この時間はプロマーケットの IPO インタビューです。本日東京プロマーケットに新規上場した株式会社道楽ホールディングス代表取締役社長西島富久さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ですけれども、会社の概要からご紹介いただけますでしょうか。はい、当社道楽ホールディングスは、ミャンマーの現地法人を含めまして事業会社3社を傘下に置きまして、グループ一体で運営をいたしております。中核の事業会社でございます IT 道楽研究所を2003年の4月に設立いたしまして、ちょうど20周年を迎えたところでございます。このいずれもこの IT をベースにした事業を展開してございまして、売上高社員数はこのお示しした通りでございます。2003年設立ということなんですけれども、はい、創業の経緯について教えていただけますか。はい、2003年、当時はですね、まあ、いわゆる就職氷河期と呼ばれるような時代でございまして、 IT 業界を目指せどもなかなか夢が叶わないという状況が続いておりまして、まあ、それであれば少しでもこの彼らのチャンスを作ってあげようか、あるいは育つようなそういう環境を提供しようと、まあ、そういう思いでこの会社を創業したわけでございます。で、幸いにもこの多くのお客様からこのご支援をいただきまして成長することができました。そしてこの度東京プロマーケットへの上場もお認めいただいたということで、大変感謝のことだと思っております。この場をお借りしましてご支援を賜りました皆様に感謝と御礼を申し上げます。はい、それでは御社の事業内容について詳しくお伺いできますでしょうか。当社はこの右にございますようにこの情報インフラからスタートしたわけでございますが、このニーズの状況に応じまして段階的に事業を広げてまいりました。左にございますようにこの主力はやはり情報インフラシステムの開発事業、これが50% を占めておりまして、続いてソフトウェア開発事業、さらにはこのヘルスケア業界向けの業務支援サービス、まあ、このようなものを中心に展開をしてございます。はい、ではこの3つについてさらに詳しく教えていただけますでしょうか。最初は当グループのこの主力の事業でございます情報インフラシステム開発事業でございますが、この20年間を振り返ってみましても、この技術の変化あるいはニーズの変化、これは大変こう激しいものがございます。当社を創業する時代、これは以前はこの非常に大規模なコンピューターを使ったシステムが中心でしたけれども、ダウンサイジング、あるいはこのインターネットの波が到来してきまして、システム構築の姿も大きく変わってまいりました。すなわちこのランダとかインターネット、サーバーのシステムをこう構築する技術者が圧倒的に不足しているという状況がございました。当社を創業した頃に当社の若者たちにそういうプロジェクトに参画できる、まあ、そういうチャンスをいただいたということでございます。主として日立グループからはたくさんの引き合いをいただきまして、創業4年で10億を超える規模に急成長を遂げたというのがこの創業期の状況でございます。その後リーマンショックだとかこの東日本大震災だとか困難な状況が続きましたけれども、はい、この状況をいかにして乗り越えるか、この期間をいかに活用有効にするかという意味で経営基盤を強化しよう、あるいは事業の多角化を図ろうというようないろんな模索を続けまして、その過程の中で例えばソフトウェア開発事業などの新たな事業を立ち上げたというのがこの時期でございます。一方でこの景気が回復いたしますとともに
データセンターの時代、さらには最近ではこのクラウドという新しいサービスを使った情報システムを構築すると、そういう状況になっておりまして、当社もこの分野に今注力をしようとしているところでございます。この大きな変化のたびに当社はこのタイムリーに対応する中で確実にこの事業を積み上げてきたということでございます。はい、続きましてソフトウェア開発はどういったことをされているんでしょうか。当社のソフトウェア開発事業はこの大規模なシステム開発の経験を生かしまして、さまざまなシステムの開発に着手しておりますし、この要件定義はもちろんこの開発から運用支援までワンストップで対応できるという状況でございます。実績の一例を挙げますと、この数十万人規模のお客様が利用される非常に大規模な勤務管理システムの開発などをが実績でございます。はい、そしてこちらがヘルスケア業界向けの業務支援サービス。はい、このヘルスケア、特に在宅看護でございますが、最前線でこの看護師さんとか療法士さんが大変ご苦労されているわけですが、IT の力でこの業務負荷を軽減できないだろうか、効率化できないか、あるいはその看護の質を上げるというようなことにつなげられないかと、まあ、そういう思いで、そういうコンセプトでこの新しいクラウドから全国のお客様にこのサービスを提供すると、そういうモデルを開発いたしました。これは業界に先駆けて始めたということでございまして、これがこの高い知名度になり、多くのお客様を獲得している、ご利用いただいているということでございます。それから一番右の方に、はい、ございますが、これはクラウドを使ってこの社会貢献につながる、あるいはこのイノベーションにつながると、まあ、そういう効果がこの総務省の外郭団体から認められまして、何度かこの表彰をいただいているということでございます。こちらですね。はい、はい、では続きまして業績について教えていただけますでしょうか。はい、売上高および経常利益をグラフで示してございますが、このいずれも順調に推移していると思っております。2023年3月期の連結売上高が30億6600万円、経常利益が1億7000万円を達成しております。今後もこの計画に従いまして、事業を拡大してまいりたいというふうに考えているところでございます。はい、増収基調が続く見通しということですね。はい、では御社の強みについてご紹介ください。はい、事業は人なりと言いますけれども、やはり人は仕事を通じて鍛えられ成長すると、これは事実でございまして、当社にはこのモチベーションの高い、業務能力を有する社員がたくさんいると、これが第一の強みでございます。また事業面では情報インフラのサービス事業、あるいはソフトウェア開発、まあ、ここが業界でも競合力を認めていただいているということでございまして、次の観点はこのヘルスケア、ここはマーケット全体がこう伸びると、まあ、そういう状況で、さらに事業の拡大が可能だと、まあ、そういうところでございます。はい、では今後についても教えていただきたいと思います。はい、どういった計画でしょうか。この IT 業界というのはご案内のように日進月歩で進歩しております。例えば今日現在のサービスのイメージをちょっと左の絵のような形で示してございますが、これらの各要素がこの同時並行で今後進化してまいります。例えば
このネットワークで言いますと 5G、6G が本格化してまいりますと100倍の性能になる、あるいは量子コンピューターに至りますとこの数兆倍の性能が実現できるとも言われておりまして、このようにこの要素技術が格段に進化してくると、まあ、こういうことも背景にしながらそのアプリケーションも今後さまざまな斬新なサービスが出現するということが想定できます。すなわちこの右上でございますが、技術は飛躍的に革新する、それに伴って非常に斬新なサービスが実現できると出現するということでございまして、この今後まだまだこの IT 業界の可能性期待は広がってくるというふうに考えてございます。はい、そうした中でどういったことを計画されているんでしょうか。はい、そういうその背景を踏まえまして、やはりこの情報インフラアプリケーション開発、ここは主軸に置きながら最新の技術を取り込んで競合力のあるサービスを開発する、あるいはヘルスケア、まあ、ここらのところはやはり当社の強みでもございますので、ここを中心にさらに拡大していくという考えでございます。わかりました。変化はチャンスということなんですね。はい、そうですね。はい、道楽ホールディングスというユニークな社名なんですけれども、はい、これはどういった思いが込められているんでしょうか。ですね、私は仕事をするっていうのは楽しいことだとこう根っから思っておりまして、はい、前職の時代にも一生懸命こう開発に明け暮れて、その結果、まあ、いろんな、充実感達成感を味わったと、この仕事の楽しさ喜びをですね、みんなで共有しながら働いていこうという、まあ、そういう思いを込めたネーミングでございます。はい、では最後になりますけれども、番組ご覧の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。まあ、IT 業界というのはこれからどんどんまだ成長いたしますし、期待の広がる分野でございます。私どもはそういう分野に対して積極的にチャレンジしてまいりまして、さらに事業を拡大してまいりたいというふうに思っております。どうか当社の今後にご期待をいただけますようよろしくお願い申し上げます。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。